何も成し遂げてないから、はい、我々が何を話すかは全く決めてません。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。北野さんの元相方、マジ？リトロとカネチーで、イグジットでシキュラです。本当ですか？本当です。さあやってまいりました、イグジットチャランネルということですけども、はい、本日は、はい、NSC 生に授業をしてみたと、はい、なるほど。はい、今実際にここのパソコンの前に100人以上の、はい、吉本の全国の NSC 生で、今待機しております。その何も成し遂げてないチャラ男がNSC の生徒に向かって、はい、そうです、何か授業をするってことですか、はい、ミルクボーイさんとかに聞きたいです。いや、それはそうです。なんでこいつらこれ待機してんだろうと思ってんの。でいろんな多種多様な人いますけど、うん、我々が何を話すかは全く決めてません。なるほど。だからまあノリでスイッチ入ったら熱いこと喋ってもいいし、うん、聞かれたことに答えていくスタイルでもいいし、ちょっとハイボール入れていいですか。いや、ダメだ。酒に酔った状態のやつの話誰が聞けんの。俺ちゃんとやっぱり熱く語る時無理なんですよ、入れないと。いや語らなくていいっすよ。え、入れなくていいっすか。茶化そうよ。じゃあ、すま、失礼じゃん。オッケー、じゃあ早速行きましょうか。行きたいと思います。 NSC 生に授業してみたー。 Here we go! ポンポンポン。あ、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。イグジットです。こんにちは、イグジットと申します。よろしくお願いします。まあ、すいませんね、あの、あ、はい、あの、霜降り明星とかじゃなくてすいません、本当にね。霜降り明星が良かったよね。うん、別に俺らその何かを成し遂げたっていう芸人じゃないんで、あのためになるかは分かんないですけど、はい、どうします。じゃあなんかどっからなんか質問とかに答えてきますか。うん、まああの、うん、ちょっと一発かましときたいっていうのがあれば、なんか俺はこういう人生を歩んで。いや、すいません、そういうのないです。ないんで、やめときましょう。ちょっと一発目から質問でいきますか。質問でいきましょう、嫌です。質問じゃある人、ちょっと挙手お願いします。はい。Here we go! おはようございます。おはようございます。大阪 NSC 44期4組51番、浜脇力と申します。お願いします。本日はこのような機会、まずありがとうございます。とんでもない、こちらこそ。とんでもないです。改まってるな。はい。ありがとうね。してるんですけど、質問ちょっとよろしいでしょうか。うん、はい。イグジットのお二人の、うん、あの NSC 時代のお話とか聞かせていただければなと思いまして、うん、一人で入ってきたんですけど、すで、うん、にこう同期でおもろいなとか思うところが結構いて、腹立つなと思いながら、はいはいはい、やっている日常なんで、イグジットのお二人とかはどういったこう気持ちとか、まあ、どういった行動をしてきたかとか聞ければなと思いまして。はい。ああ、なるほど。ネタ見せの授業とかあるじゃないですか。はい。漫才甲子園とか撮ったりとか。ああ、いますね。エリートみたいな人たちが。完成されてる人たち、もうバッて出て。はい。その人たちを一番後ろでこう腕組みながら、ずーっと授業を見てて。はいはいはい。絶対俺が一番おもれえなと思って。やば。実際はそんなことなかったんですけど、そうですよね。ギャル王のセットアップを着て、はいはい、凛太郎さんの場合はあの本当 NSC 入った時から結構チャラ男のままでずっと来ちゃった人なんですね。そうなんですね、はい、ネタ見せはしてなかった。してなかったです。うまくやっぱ僕一人で入ってきたんで、相方その中でちょこちょこ見つけてネタ見せしたら、はい、クソ滑ってて、クソむずいじゃんこれどうしようみたいな感じで、はい、こいつおもろくもねえのにこんなとこいるんじゃねえかみたいな無言のメッセージ、勝手に俺が思ってただけかもしれないけど、なんかそういうのを感じつつ、はい、うん、なんとか卒業してみたいな感じでその NSC とか出るんですけど、うん、結局ね今考えるとスタートが早かっただけで、うん、その上手だったっていうだけかなって思うんですよね、うんうんうん、その子たちはね。だから結局やっぱりそこはすぐ追いつける、すぐ追い抜けるというか、うん、なんで新しい形を見つけた人が売れるというか、そういうコースに乗っていくっていうだけで、そのスタート位置がただ違うだけで、その NSC にいる時はその世界が全てに見えてて、うん、
あーなんか俺ダメかもなとかすぐ思っちゃう時あるかもしれない。本当相方に出会ったとかきっかけ一つですごいめちゃくちゃ変わる世界なんで、逆にうまくいってる人もただ俺らは早くこの基礎にたどり着いてスキルを身につけただけだぞって思っといた方がいいかなと思いますね。俺は一発目から語りすぎない一個目の質問。いやだって浜脇がそんな行く、浜脇がやっぱりさそんな行くんだ。ちゃんと聞いてくれたから、まずこの機会を作ってくれてありがとう。俺がありがとう言ってたけど言ってたけど、そんな一発目で語り始めちゃうとさちょっとじゃあ和ましてよ。え和まして、いやきついわ。どれくらいのテンションで話せばいいか俺もわかんないな、まあ、だからまあ今焦る必要はないっていうのはあるかもしれないですね、うんうんうん、僕はあの結構やばいやつだったんで、あのまあ俺も一人で入ってきて、うん、NSC 通う時に毎回一つなんかやってましたね。例えば全身茶色に塗って、あの自分自身が土だっていう設定で、地層のあの4番目ですみたいなことを言って全員から引かれてましたね吉本でうまくいかないタイプ、はい、結構突出したやばいやつで、岡工業とか行くタイプ、はい、だから多分だけどこういう、うん、皆さんがこうやって見てくれてるじゃないですか、うん、こういう時とかも平気で俺だけミュート解除して、うん、規制を発してやばいやつだね、退出させられてたさ。そうそうそう、それはどういうマインドなんですか。いやもうかましてやろうっていうタイプだったからえそれはどうだろう、うん、今考えるとアウトでしたね。だからあのまま行ってたら確実に世には出てないし、度胸みたいのはいいかもしれないですね。そうですね、ただ何回も授業を帰らされてますし多分いると思うんですよそういう方も、うん、やっぱみんなと違うことしとけみたいな、それが面白いんだっていうのはあるんですけど、やっぱりみんなが理解できる範疇で異なるっていうことがすごく大事っていうのは本当に卒業間近で感じましたねよくお前俺のこといじってくれたな、はい、やばい2人がコンビになってるんででもその、うん、突っ込む姿勢というか、うん、まあ、その工場委員会の時とかは結構助かったりするけどね。そうですね、だから相手が誰だろうとガリガリいけるっていうのは、うんうん、まあ、変わらずあるんで、うん、そういう部分でいい部分だけ残しとけば、うん、だからまあ絶対にみんなと違うことしようっていう発想はすごく大事なんで、うん、なくさないでほしいけど、順序を踏まないと弾かれちゃうよってな、うん、そう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 、嫌われたらいけない世界っていうかまあそれあるんで、はい、浜脇くんどう、大丈夫、どうでしょう。ありがとうございます、すごいためになりました。 ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっとやばそうな子当てよ、うん、俺もそっちがいいね。テキナテキナテキーラ、東京 NSC27 期の2組68番、はい、徳永さん、この人はやばいでしょきっとお願いしま す, お願いします。こちらあの現在 の, あの松尾さんの絵、うん、現在の元相方の松尾純平さん今 NSC に来てます、はい、マジ マジ凛太郎さんの元相方、 NSC 時代の相方が今入ってるんだって東京 NSC に。気まじい会いたい俺もう本当にヤバすぎて、はいはい、それをコントに落とし込んでなんとかネタにしてたみたいなやつだ。あ、徳永さんか、うん、徳永さん、あのそんな人の土台になってるようじゃ世に出れないよ今松尾さん僕の相方です。あ、相方ね、あ、相方をプロデュースしてんのね、あ、オッケーオッケー、え、見てみたい、ちょっと。じゃあ、ちょっと松尾さんにじゃあ移行するね。はい。どこにいるの？うわなち、純平、おい。え、これ、元相方ですか、うん、ちょっとお前、久しぶり。お久しぶりです。この、ちゃんと喋れない感じとかも、コントにしてたのよ。うん、はいはいはい。え、純平、今いくつよ、だって。いや、もう37。年上でした。年上でした。年上すぎるでしょう。解散して普通に働いてたってこと？そうです。何やってたの？いや普通にバイトとか今はゲーム攻略ライター。
ゲーム攻略ライターやってる。あのさ、順平の話誰にもためになんないと思う。ちょっとこれさ、ここ復習でしょ。ここだけ違う YouTube にしてよ。はい、元相方。元相方。俺マジで順平に会いたくてちょっと探してたりしたの。そうなの。はい、ちょっと後で。なんかここに本当。ちょっと黙れよ。いや本当にだから新助さんがいたらもう会いたかった人で成立よこれ。あそう、はい、あじゃあちょっと順平さんの話聞きましょう、はい、ちょっと1個だけで質問お願いします順、はい、平さん。あの僕は凛太郎くんの魅力がちゃんと分かんなかったんですけど、谷中さんから見て一番いいと思える魅力を教えてください。分かんなかったんかいお前。順平さん本当に凛太郎さんって痛いじゃないですか。めちゃくちゃ痛いですよね。売れるわけない人間だと思ったんですよ初めて見た時、うんうん、もう本当にチャラ男でモテたいだけで芸歴10年重ねてたんですよ俺見た時で、漫談とかもちゃんと面白かったんですよ。でモテたいだけの人がなぜここまで残れたんだっていう。それってもう立派な魅力で、みんなと同じことをやってて同じスタイルでお笑いやってても絶対勝てなくて、その中で凛太郎さんの人間性っていう部分においては誰とも一緒じゃなくて、そこはもう圧倒的な個性、モテたいだけでやれた10年間、これ天才しかできないんで、僕はそれを見た時にめちゃくちゃためになりました。はい、また機会があればねちょっと、はい、ご飯でも行きましょう。ありがとうございます。あの相方さんも頑張ってください。頑張ってください。徳永さん、はあ、面白い、こんなことが起きるんですね。チャンネル登録しくよろたろ、お後がひょいが。あ、すいません、あの実験室に閉じ込められてます。まあでもあの、あなたの人生に一切の責任を負いませんけど大丈夫ですか。乳突筋からこう落とすとめちゃくちゃ小顔になるから。すいません、美容家の今日さ乳突筋からこう落としていくといいから。